今永翔太が話題の半裸6人組ファンに神対応。ついに T シャツが完成したようだ。日本時間8日に今永投手のメジャー2戦目を迎えたこの日のシカゴの気温は試合前で9度。チームメイトが長袖のインナーを着る中、今永投手は半袖姿で登板。そんな中、今永投手よりも薄着と話題になったのはスタンドで応援している現地の男性ファン6人組。6人は上半身裸姿でそれぞれ体に SHOTA とペイントし、応援している姿が話題になった。試合後に T シャツの制作販売を行う米会社オブビアスシャツの公式 X が6人の写真とともに、翔太はこの写真の全員に自分のカスタムレターのオブビアスシャツを個人的に購入して、将来これを再現できるようにしたいと考えている。またこれらを個人的に送りたいそうだ。だから DM してくれと投稿。男性ファンに連絡するよう呼びかけていた。今永翔太も自身のインスタグラムで、観覧席からのエネルギーが大好きだ。また次も頼んだ。シャツは任意だよ。と英語で投稿。裸応援団の気合の入った応援に感謝していたが、ついに T シャツは完成したようだ。素敵やん。今永先生の T シャツもできたんか。嬉しいだろうな。サイズまで気にかけて作ってるのも嬉しいね。今永投手めっちゃ優しい。T シャツのサイズもぴったり。すごい、先生行きですね。素晴らしいファンサービス。またカブスファンの心掴んじゃいますね。これ着ても半袖1枚、裸よりマシか。それでも脱いで応援しそう。次回、半裸でいただいた T シャツ片手でぶん回してたら笑う。個人的に T シャツ作ってプレゼントしたいとか。ほんと今永先生のそういうところ好き。次の試合はこれを着て応援してくれるのかな。その姿を早く見たいですね。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。